みんな揃ってるわね。それじゃ定例会議を始めるわよ。これで研修期間もおしまいですか。長かったような短かったような。そうね、これからはあなたたちも名実ともに開発班のメンバーよ。これからはやることも一気に増えるのか。クビにだけはなりたくないな。大丈夫よ。今期の課題は適性の試験も兼ねてるから必須にしたけど、これからはそんなに気を張る必要はないわ。あくまで課題の達成は目標だからね。最悪達成できなくたっていきなりクビになんてしないわよ。そうですか。よかった。大変な課題が出たらどうしようかと思いました。とはいえあんまりサボるようだったら最悪の場合は想定しておいてよね。課題をこなさないと開発班の評価も上がらないですからね。そうですね。今後もできる限り課題の達成を目標に頑張りましょう。その意気よ。二人とも役人としての意識ももうバッチリね。今期の目標の前にまずは今までの課題の達成率を確認するわ。了解です。よろしくお願いします。さて、前期の課題の達成率はどうかしら。よく頑張ったわね。こんなに達成してくれるなんて偉いわ。最初ですし張り切って頑張りました。まだ仕事の要領がよくわからないですけど、これぐらいは達成できた方がいいですよね。十分よ。正直ここまでできると思ってなかったから。えへへ。この調子で頑張れば毎回ちゃんと達成できそうです。あら、最初だからできたとしても本当に大変なのはこの達成率を維持することよ。でもこれだけできるなら安心して仕事を任せられるわね。期待に添えられるように努力します。じゃあ今期の課題を発表するわよ。遺跡の調査ですか。コルセイト支部らしい目標ですね。ええ、もう何度か探索の行われている遺跡なんだけど、中央から専門家が派遣されて詳しく調査することになったの。へえ、中央からですか。その人のお手伝いをしたらいいんですか。その予定だったんだけど、その人この町に着いて早々遺跡の調査に一人で行っちゃったのよ。一人でって随分度胸があるというか、何も考えていないというか。そうね、困ったものだわ。だから遺跡で見かけたら調査状況を聞いてきてちょうだい。あと奥地の調査もしてほしいの。本格的な調査の下準備ね。わかりました。奥の方を調べてくればいいんですね。ええ、そうそう、最近は異物を勝手に持ち出す遺跡荒らしも出るらしいわ。遺跡荒らしですか。この辺りにもいるんですね。ソウルさん、今期の開発案の予算配分表ができたので確認お願いします。ふん、ちょっと待っててくださいね。通るかな。なるほど、体裁は整えているようですね。ああ、ダメですよ。これはこの辺りの計算が合っていません。やり直しです。え、そんなはず。あ、本当に間違ってますね。全然気づかなかったな。計上の方法もここは他と違いますし、時々ベテランでも間違えるところですから、まあ間違えやすい場所を知ってよかったと諦めて早めの修正をお願いします。あの、今ここで上から書き直して出すのはダメに決まってるでしょ。ちゃんと上司の訂正印をもらってきてください。この書類に許可を出したマリオンさんも同じミスをしているということになります。お互いに間違えた箇所を確認し合うことが今後のミスを減らすことにもつながりますから。やっぱりダメですか。向こうではそれで通ることもあったんだけどな。ただの調査報告ならそれもいいかもしれませんけど、支部のお金を扱ってる書類ですよ。細かい無駄遣いが
いつの間にか大損失になってしまっていることだってあるんです。まあもう少し開発班が予算の無駄遣いをしないでくれるとこちらも助かるんですが。もうそんなに無駄遣いしてるつもりもないですけど。おや、私の計算では開発班の予算はまだざっくり減らしても大丈夫なんですよ。これがぴったりだとすると、あなた方の能力は予想していたよりも残念であるということになってしまいますが。ふう、そんなことないですよ。私たちだってやればできるんですから。それは最終的にできた人しか言ってはいけない言葉ですね。確かにそうですね。話はこれまでです。やればできるならその言葉通り頑張ってください。こちらとしても錬金術師のお二人には早く成長してもらいたいのです。期待していますよ。はい、出直してきます。厳しいな。でもルールを守るのは当然だし、私たちがしっかりしないとダメだよね。おーっす、また会ったわね、あんたたち。よ、何やってるんだ。ちょっといろいろ情報収集をね。で、ちょうど通りかかったあんたたちにも聞きたいんだけど。何ですか？魔法のことだったら全然わからないですけど。あのね、そんな魔法使いでもない人に聞かないわよ。この辺りで力の強そうな精霊を探してるのよね。なんか心当たりとかってない？精霊？町の外で時々飛んでるやつか？そうだけど、そんなんじゃなくてずっと大きくて強いやつよ。魔法使いの修行でね、今はいろんな精霊と契約して回ってるのよ。へえ、それが修行なんですか。いや、それがどっちかって言えばこれが一番楽なのよ。私は大ババ様に出される課題をこなしてずっと修行してきたんだけどさ。課題か、すごく難しかったりするんですか？それが基本的に何をやってもいい自由課題なのよ。前にもいろいろやったんだけど、ちっとも一人前だって認めてくれなかったのよね。なるほど、自由課題っていうのも、そう考えると何をやったらいいかわからなくて結構厳しいな。でしょ？だけどその大ババ様が前に一つだけちゃんと認めてくれたのが強い精霊との契約だったのよ。だから難しいこと考えないでガンガン強い精霊と契約していってるってわけ。それでいいのか？気持ちはわかるけど、もっといろいろ考えた方が。そんなことしたって認めてくれないわよ。それに精霊と契約して強くなったら気分いいじゃない。それで強い精霊に心当たりとかないの？精霊のいそうなところでもいいんだけど。どうだろう、もしかしたらいたのかもしれないですけど。仕方ないわ、ちょっとこういうのを探すのはコツが必要だし。私は私で探しておくから、あんたたちも面白いところを見つけたら教えてよね。そうだな。じゃあ今後は調査ついでにお互いに情報交換でもするか。それでお姉ちゃんのことって何か分かりましたか？やっぱりダメね、完全に雲隠れしたみたい。中央の役人とかがこぞって追っかけてるって話よ。ほとんどお尋ね者扱いだったわ。大丈夫ですよね、捕まったりなんて。あんたのお姉さんはともかく、あのおっさんと一緒だし。私から言えば、あんなどうでもいいことで怒ってる連中の方がバカみたいだけど。まあほとぼりが冷めるまではここでおとなしくしてた方が良さそうね。そうですか。ミルベルさん、ありがとうございました。気にしない気にしない、待ってればそのうちなんとかなるわよ。それじゃお手伝い頑張ってね。ん？ウィルベルと何を話してたんだ？
実はお姉ちゃんを探してもらってるんです。え、お姉さん？探してるってどういうこと？ちょっと事情があって今は別れて旅をしてるんだけど、お姉ちゃん一緒にいる人と時々無茶なことしたりするから。そうなんだ。じゃあ調査のついででよければ探してみるよ。どんな人なの？多分この辺りにはいないと思うんだ。ずいぶん煮え切らないな。何か込み入った事情でもあるのか？誰にも言わないでくれますか？うん、もちろん。あ、誰にも言わないよ。絶対に内緒ですけど、実はお姉ちゃん中央の人に追われてて。ニオさんのお姉さんってもしかして悪い人なの？声が大きいよ。もっと静かに。ごめんなさい。でもなんでそんなことに？お姉ちゃんって気になったらどこにでも入っちゃったりするんだ。それで前に大きな遺跡に調査に入って、でもそこって古すぎて崩落しそうだから立ち入り禁止になってたんだって。知らなかったからどんどん進んじゃったんだけど、遺跡が崩れちゃって。大事な遺跡だったのに結局遺跡は崩壊して、それで全部ぺちゃんこになっちゃったの。恋じゃないにしても遺跡を破壊するとか、それは指名手配もされるだろう。だからそれも結果的にそうなっちゃっただけなんです。とりあえず追われていない私だけできるだけ遠くの町にしばらく離れているようにって言われて。はあ、お姉ちゃん大丈夫かな。内緒にするとは言ったけど、俺たちは役人だ。見つけたらニオにも知らせるけど、さすがに捕まえるのを優先するぞ。うん、やっぱりそうですよね。ロジーさん、それじゃ約束が。ただし逃げられたらどうしようもないからな。その時には俺たちが捕まえるより早くお姉さんと合流して逃げたらどうだ？え？それってもしかしてわざと逃がすって意味ですか？そんなことを一言も言ってないぞ。逃げられたらどうしようもないよなっていう、ただ。なるほど。ただの世間話ですよね。ありがとうございます。よろしくお願いします。ニオさんのお姉さんか。ロジーさんも協力してくれるみたいだし、早く見つかるといいね。エスカ、よろしいでしょうか。次回の定期点検の件についてですが。あ、そうだよね。いつにしよっか。いろいろと支部のお仕事もあるでしょうし、暇を見て声をかけてください。以前に時間をかけて点検しましたし、しばらくは簡単なもので問題ないかと。うん、分かったよ。じゃあそのうちにやろうね。はい、よろしくお願いします。へえ、ちゃんと定期点検なんてやってるのか。エスカも結構すごいことやってるな。問題ありませんよ、エスカ。ロジーはすでに私がオートマタであることを把握しています。そうなんだ。ロジーさんはもういろいろ知ってたんですか？前時代の技術で作られてるんだろう。まさか本物が見られるとは思わなかったよ。すみません、初めて聞いた人が怖がったりしないようにあんまり人には言わないようにしてるんです。まあ気持ちはわからないわけでもないな。あらあら、そうだったのですか。それにしてはあまり動揺が見られませんでしたね。オートマタといっても人間とほとんど変わらないじゃないですか。
話してみたら普通の人とあまり変わりないですよ。やったー、ロジーさんもそう言ってるし、やっぱり口癖作戦のおかげだよ。あらあら、本当ですね。エスカの発想には驚かされます。口癖作戦？クローネはちょっと不思議な話し方だから違和感がある人も結構多かったみたいなんです。もっとも町の人々はそのことにあまり関心もないようでしたが。それは気を使って何も言わないでいるだけじゃないのか。それでもっと話し方を自然にしようと思って二人で一生懸命考えたんですよ。そこでエスカが思いついたのが、話す際に口癖を設定することです。会話の最中、あらあらという言葉を用いることにより、より等身大の人間らしさを追求してみました。あらあら、どうですか？口癖があると人間のようにしか見えないでしょ。なるほど、変な口癖があるなくらいにしか思ってなかったです。ほら、私の言った通りでしょ。もっとたくさん口癖を増やしてみようよ。あらあら、それは大変です。私に使いこなせるでしょうか。次は何にしようか。まあまあって言ってみるのはどうかな。努力は認めるけど、ほどほどにした方がいいと思うぞ。いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。今客がいた気がするんだけど、俺たち以外の客なんていたんだな。いますよ、いるに決まってます。その言い方じゃまるで私の店に普通の人が近寄らないみたいじゃないですか。まったく、もうロジーさんも失礼な人ですね。失礼なのはどっちの方だよ。それじゃ俺たちが普通じゃないみたいだろうが。まあまあ、ロジーさんも落ち着いて。でもカトラちゃんのお店って本当にお客さんは入ってるの？本当のことを言っちゃえばあんまりお客さんは来ないです。時々来てくれるお客さんもほとんど何も買わない冷やかしさんが多いですし、物好きさんのための物好きなお店ですから仕方ないんですけどね。それでどうやって生活してるんだ？商売にならないんだったらまずいだろう。ねえ、隠していましたが本当はとっても生活が大変です。貧乏な我が家では食べるものも一日にパン一つ、いやパンだって食べられない日もあります。そんな、どうしてもっと早く言ってくれなかったの？お客さんに家庭の事情を話すなんて商売人としてはダメダメですから。両親は小さい頃に亡くなってしまいましたし、今は二人の弟のためにお金を稼がないと。そうだったんだ。ごめんね、私全然知らなくて。いえいえ、でも、もうこのお店もダメかな。ああ、この遺跡のペンダントさえ売れてくれれば、なんとか上をしのげるかも。諦めないね、カトラちゃん。そのペンダントだったら、私が。いや、前に店の商品の仕入れは、両親がやってるって言ってただろう。あと、そんなに顔色のいいやつが飢えてるとか言っても説得力ないからな。やだな。どこからどう見ても幸薄いか弱い少女じゃないですか。いや、お前は世界が滅びそうになってもたくましく生きていけそうな力強い少女だよ。それはどうもありがとうございます。でも褒めてないですよね。もしかして今のって全部嘘だったの？その、はい、
ちゃんと生活できるくらいにはお客さんもそれなりにいます。よかった。本当に貧乏だったらどうしようかと。あとちょっとで売れると思ったのに。そこまでして売りたいのか。お世辞抜きで本当にたくましいな。お、そういやちょっとした相談があるんだけどよ、聞いてもらえねえか。はい、何でしょう。最近思うんだけどよ、うちの店って雰囲気がこう男臭いよな。確かに男のお客さんばかりですね。でも酒場ですし。それだよ、客が男ばっかりなんだ。華やかさがあんまりうちにはねえんだよ。はあ、確かにそうですね。やっぱりメニューを男向けに偏らせちまったからな、女性客があんまり寄りつかねえんだ。そこで新作メニューをいろいろ追加しようと思うんだけど。そんな、おやっさん、そういうのは俺たちに任せてくださいよ。俺、おやっさんの作る飯ならどんなものでも平らげてみせます。うせえ、お前ら何食ってもうまいしか言わねえじゃねえか。ったく、ああいうやつらばっかりだからな、俺はもっと一般的な感想が欲しいんだよ。そういうことでしたら喜んで協力します。そう来なくちゃな。とりあえず甘いものだ。これからは女の子向けのメニューも作っていくぜ。甘いもの、デザートですか。それならちょっと楽しみです。これだ、さ、食べてみてくれ。あ、おー、美味しそうですけど、何ですかこれ。何ってパンケーキだよ。これでも材料を仕入れるのが結構大変だったんだぜ。あ、パンケーキだったんだ。クリームの量が随分多いですね。これだけでお腹いっぱいになっちゃいそう。おいおい、何言ってるんだよ。こういう方が存在感があっていいじゃねえか。ほら、まずはガスが作ってみろって。はん、うん、美味しい。確かにこれならいくらでも食べられちゃいます。そうだろそうだろ。じゃ、そのうち店に並べてみるか。男臭い店を脱出してもっと華やかな酒場にしてやるぜ。楽しみにしててくれよ。きっとこのデザートだったら流行りますよ。頑張ってくださいね、リュウクさん。これでよしと、完成です。ちょっと待ってくれ。どうかしましたか。今何を作ったんだ。俺にはリンゴのタルトに見えるんだけど。そうですよ、リンゴのタルトです。結構うまくできたかな。エスカって時々料理してたよな。どうしてわざわざ錬金術なんかで。ロジーさん、私気づいちゃったんです。何にだ。調査中に甘いものが食べたくなる時って時々ありますよね。そうか。でも出かけるたびにお菓子を作るのはやっぱりちょっと大変です。ですけどよく考えたら、錬金術で作った調査に必要な道具は支給班に申請すれば補充してもらうことができるんです。おい、まさかお前。そうです、錬金術で作ったリンゴのタルトなら調査中に食べるという名目で補充してもらいます。本気か。でも確かに食べ物を登録しておけば便利な気がするが。そうでしょ、これってすごいですよね。一番すごいのはエスカのお菓子に対する執着だと思う。あっちに誰かいないか。あ、本当ですね。何を話してるんだろう。ちょっとあなた、この遺跡の価値を分かってるの。そう怒るなってお姉さん。
あんまり怒るとせっかくの美人が台無しだぜ。人が真面目に話しているときに茶化さないでちょうだい。参ったな。美人なのは本当なんだが、きっついお姉さんだね。ここの遺跡はまだ調査が完了していないのよ。あなたたちのような人がいると迷惑だわ。へえ、そりゃいいこと聞いた。もしかすると奥に行けば何か見つかるかもな。あなたね、人の話ちゃんと聞いてるの？まあまあ、二人とも落ち着きたまえ。目的は違えど手段は同じ。ここは互いに手を取り合ってだね。都合のいいように解釈しないでちょうだい。とにかく私の調査が終わるまでは遺跡荒らしはやめてちょうだい。惜しいね。僕の勘ではもう少しで和解に至りそうだったのに。どうだかな。どっちかといえば呆れていっちまっただけのように見えるけどね。それよりさっきの言い分だとまだお宝が残ってそうだぜ。旦那、別ルートから行ってみよう。ふむ、それもそうだね。ここは探索を優先することにしよう。よっしゃ、待ってろよお宝ちゃん。俺っちが探し当ててやるぜ。僕の推論が正しければ、ここは旧時代の人々が何らかの研究をしていた施設だろう。きっとそれはこの地方に古くから伝わる秘宝、練り金術と関係があるに違いない。どうだい、この見事な推測って、あれ、おい待ってくれよ。僕を一人にしないでくれ。遅かったか。困ったな、二手に分かれたぞ。今の人たちがマリオンさんの言ってた中央から来たっていう専門家さんですかね。二組いたけどどっちだったんだろう。そういえば性別も聞いていなかったけど。そうですね、多分。そうか、どちらかといえば班長が警戒するように言っていた遺跡荒らしみたいなうさんくさい奴らに見えたけど。とりあえず奥に行ってみましょうよ。ロジーさん、あそこにいるのって。怪しいな、何者だろう。あの人たちが中央から来た専門家なんじゃないですか。どうだろう、最近は遺跡荒らしも出ているらしいし、警戒していこう。すみません、ちょっといいですか。やあやあ、こんにちは。僕らに何か用かい。よう、かわいこちゃん、こんなところでデートかい。雰囲気はあるけど変わった趣味だね。そんなんじゃないですよ。私たちお仕事で調査に来たんです。調査に、ということは支部の役人かな。その若さで立派じゃないか。素晴らしい。それで、あんたたちは何者なんだ。俺たちかい。遺跡をめぐっては夢を探してる通りすがりのロマンチストだぜ。最近噂の遺跡荒らしだな。事情は支部でゆっくり聞こう。待て待て、冗談だって。とりあえず落ち着けよ。俺はレイファー・ラックベリー、トレジャーハンターだよ。僕はリーゼンガング自治体名誉会長にして珍しいモノマニアの会名誉会長。そしてコルセート友の会副理事補佐であるさすらいの冒険家ハリー・オルソンだ。決して怪しいものではないよ。レイファー君とは知識と探求の旅を共に歩む者同士でね。言うなれば親友というやつなのだよ。そうなんですか。ってトレジャーハンターは
遺跡荒らしとは違うんですか？勘違いしちゃ困るな。素人ちゃんはこれだから参るぜ。遺跡荒らしは遺跡を荒らすだけ、俺たちはお宝を探すだけ。ほら全然違うだろう。いや、やっていることは一緒じゃないか。まあまあ落ち着きたまえ。どうやらいろいろと誤解があるようだ。最近コルセートで騒がれていた遺跡荒らしと我々は全く関係がないのだよ。むしろこちらは遺跡の資料発掘に時々協力させてもらっている身なのだがね。それじゃあハリーさんたちは遺跡荒らしじゃないんですね。その通り。我々も学術的な見地からこの辺りの発掘をしているのさ。我々の行為が君たちの仕事を妨げることはないと思うよ。だから安心するといい。そうそう、こいつは難しい学問のためなのさ。別に悪人さんの妨害がしたいんじゃねえよ。取ってつけたような理由だな。本当なのか？本当だって。いわば俺たちはそっちとは協力関係にあるお仲間ってわけさ。そっか。じゃあ一緒に調査しませんか？私たちも人手不足で。忘れたのかエスカ、支部の関係者なら証明バッジを持っているはずだ。それを出してこないってことは嘘をついている可能性は十分あるってことだ。うん、そういえばそうでした。証明バッジ？なんだそりゃ、初めて聞いたぜ。支部の協力者は分かりやすいようにバッジが支給されているんです。あんたたちは持っていないのか？届け出をしてあるならもらっているはずだけど。あれ、そんな意味があったのかよ。参ったな。宿に置いてきちまったぜ。なるほど、あれがないと協力者と認めてもらえないのだね。一度町に戻ろう、レファ君。これでは遺跡荒らしと思われても仕方あるまい。旦那の言う通りだな。つっかかっちまって悪かった。あんたたち名前は？開発班のエスカです。こちらはロジーさん。エスカにロジーか。情報ありがとうよ。コルセイトであったらよろしくな。では失礼するよ。なんだか賑やかで変わった人たちでしたね。結局見逃したけど、本当に遺跡荒らしじゃないんだろうな。まあまあ、あんなに楽しい人たちが悪いことなんてしてるわけないですよ。まあそう思うならいいけどさ。専門家はどこにいるんだろう。ひとまず奥の調査を優先するか。奥はこうなっているんだな。これがこの辺りの遺跡か。遺跡って場所によってそんなに違うんですか？そうだな、細かくはわからないけど、いろいろと種類があるらしい。地方が違ったら町の様子もそれぞれ全然違うだろう。今とそう違うことじゃない。へえ、そう考えるとちょっと納得です。ところでロジーさんも遺跡の調査ってあんまりやったことないんですよね？ああ、そうだけど、それがどうかしたのか？中央ではどんなことをやっていたんですか？錬金術師の役人さんってどういうことをするのが普通なのか知らなくて。向こうじゃ研究ばっかりしてたからな。俺も他の人がどんなことをしていたのか。あ、そうだったんですか。じゃあ錬金術師の仕事にもいろいろあるんですね。まあな。ほら、とにかくこの辺りを調査するぞ。はい、了解です。あれ、結局ロジーさんって前は何の研究をしてたんだろう。よし、こんなところかな。帰って報告書にまとめようっと。どうするかな。
かしましたか、ロジーさん。いや、俺も錬金術師なのにエスカよりやることがないっていうのも情けない話だと思ってさ。班長はいろいろやってくれてるみたいだし、俺からも何かできないか考えてるんだ。私は別にこのままでも大丈夫ですよ。ロジーさんがいてくれて大助かりです。そうやっていつまでもエスカに甘えているわけにもいかないだろう。よし、決めた。ちょっと支部長にどうにかならないか聞いてみよう。そういうのって申請とかが必要なんじゃ。待ってください。いきなりなんてロジーさんらしくないですよ。支部長、少しよろしいでしょうか。ああ、君たちか。どうだ、仕事には慣れたか。はい、おかげさまでどうにか。うん、それは結構なことだ。今後も町のために励んでくれ。それで私に何か用か。実は。なるほど、マリオン君から聞いていたが、やはりこちらの機材では不十分か。せっかく来たのにあまりお役に立てないのも心苦しいので。そう自分を卑下しないでくれ。準備が足りなかったのはむしろ我々の方だ。そうだな、何分急増だったし、アトリエ設備にはもっと予算をかけるべきだったのかもしれん。錬金術師が2人もいることだ。今後のためにも機材について中央に掛け合ってみよう。ありがとうございます、渋っ。よかったですね、ロジーさん。きっと何とかしてくれますよ。そういえばマリオン君からそういった要望があったので、研究への投資を許可することにしたのは聞いているか。あんまり詳しくないですけど、多分初めて聞きました。月の活動費を残しておけばそれなりの金額にもなるだろう。支部では余った活動費を使って設備の研究に投資することで活動に役立てることを奨励しているんだ。じゃあ活動費を使って開発班の環境をもっと便利にできるんですか。簡潔に言えばそういうことになるな。マリオン君が管理しているはずだから、自分たちの活動方針に合った研究をすればより効率の良い仕事ができるだろう。わかりました。活動費に余裕があったら試し。ねえ、前に改造してもらった作業台だけど、他の子のも同じようにできない？うん、できるよ。どれぐらい必要か後でまとめて出しといて。ありがとう、準備しとくね。そうそう、うちの玄関口直してくれただろ。本当に使いやすくなったよ、ありがとう。だから収納場所をあそこに作るんだって言ったんだよ。ついでで悪いけど、また見てくれないかな。もう少し書類を置ける場所が欲しいんだ。ああ、任せてよ。まだ試したいこともたくさんあるしね。何だったんだ今の。よくこうやってみんなからいろいろ頼まれるんだよ。ここの設備は旧式なものばかりだからね。とはいえ新しい設備を簡単に導入することもできないし、だったら不便なところを改造して仕事の効率を上げた方がいいだろ。実際お兄ちゃんが改造した設備が支部に正式に採用されたこともあるんだよね。へえ、前に怒られてたけど改造に成功した例も一応あるんだな。ここが不便だって頼まれたらやらなきゃいけないことは分かりやすいからね。ああ、なるほど。頼まれた通りに直せばいいだけだからか。お兄ちゃんの場合、自分で思いついて勝手にやったことで怒られるのが多いですから。いやいや、本当は不便だって分かってない人が我慢しながら生活してる時の方が厄介だよ。絶対に根本的に改造した方が便利なのに、なんとなく修繕だけで何とかしようとしてさ。それは放っておいていいんじゃないか。そのままでも大丈夫なわけだし。毎回呼ばれるのも仕事とはいえ大変なんだよ。この前の煙突詰まりなんて
何度呼ばれたことか。それはわかるけど、勝手にやったら怒られるんじゃ。給料もらってるんだから言われた通りにしろっていうのが平島班長の方針だけど、やっぱり工夫次第で良くなるなら工夫した方がいいじゃないか。それはそうかもしれないけど、どっちがいいんだろうね。でも面白そうだからって好き勝手にやってるわけじゃないんだな。まあそういうのもちょっとあるのは否定しないかな。否定しないのかよ。でもわざわざ改造を頼まれるってことは、もっと落ち着いて人の意見をちゃんと聞きながらやったら怒られないのに。お、なんか今日は混んでないか。それも男の人がいっぱい。何があったんでしょう。おや、二人も来ていたんですか。目当てはやはり新作メニューですかね。あ、ソウルさん、酒場にいるなんて珍しいですね。ソウルさんはあんまり量をたくさん食べない人だと思ってましたけど。ええ、普段はそれほど食べませんが、甘いものは別腹というところです。いやはや、この店は素晴らしい。私たちが何を求めていたのかを。そんなに気に入ったんですか。では私はこれで、今日から通う店が増えそうだ。ロジーさん、私たちも食べていきましょうよ。いや、それにしたって何か店の雰囲気がおかしくないか。そうだよ、おかしいんだよ。いやな、例の新作パンケーキをメニューに追加したんだけどよ、それがすごい人気になっちまってな。へえ、よかったじゃないですか。そうじゃねえ、俺はもっと女の子も来るような華やかな酒場にしたかったんだ。なのになんで客が男ばっかり増えてるんだよ。新作メニューは女の子向けのデザートだぞ。うまい、このデザート最高にうまいっすよ、おやっさん。俺、おやっさんの作るデザートだったらどんな量でも平らげてみせます。やかましい、お前ら一体いくつ食ってんだ。腹壊しても知らねえぞ。ったく、こんな調子で甘いもの好きな男と何でも食う男どもしか来やしねえ。売れてるなら問題ないんじゃないですか。女の子が来てねえじゃねえか。何のためのデザートを作ったと思ってやがる。あの私も女の子なんですけど。いやいや、エスカちゃんの食いっぷりはどちらかといえば男連中に負けない立派なもんだぜ。それはまあ一理ありますね。そんな、ロジーさんまで。ああ、もうやめだやめだ。女の子に流行らないなら新作メニューは今をもって終了だ。もったいないですよ。いや、もう決めたね。こんなのはもうこれっきりだぜ。あれは多分量を調節するだけで大丈夫なんじゃないのか。残念です、食べたかったのに。これが終わったら次はこっちの仕事を終わらせて。エスカちゃんいる？あ、マリオさん、お疲れ様です。どう？仕事の方はもう慣れた？まだまだですね。ロジーさんはすぐに終わらせて出かけちゃったのに。焦らなくていいのよ、ゆっくりでも期限に間に合ったらいいんだから。まずは仕事をきっちり終わらせることを覚えてちょうだい。はい、頑張ります。それより私、そんなにあなたに仕事を回した覚えがないんだけど、どうしたの？さっき
資料室の整理を頼まれたから先に報告書の方をやろうか迷ってて、あとホールのお掃除を頼まれたり町の人から頼まれたことをソウルさんに申請しに行ったりしないと。ちょっとちょっと待ちなさい。そんなに引き受けて期限は大丈夫なの？でももう頼まれちゃって。だからってそんなに処理しきれないでしょう。はい、すみません。実は終わりそうにないんです。まったくもう。ソウル君への申請は私が出しておくから、あなたは自分の仕事が終わってから人の手伝いをすること。いい？すみません、マリオンさんに余計な手間をかけさせちゃって。そんなに落ち込まないの？やる気があるのはいいことじゃない。ただあなたはそうやって頑張りすぎるところがあるから、そこは注意しないとね。あ、気をつけます。さてと、次は何を調合しようかな。あれ、どうしました？いや、最近はエスカの調合の腕も上がってきてるし、いよいよ俺にできることがなくなってきたなと。そんなことないですよ。ロジーさんがいない間に調合するなんてまだちょっと不安です。それはそれで錬金術師としてはどうなんだろう。別にいいけどさ。お疲れ様。どう？仕事は順調？あ、マリオンさん。ロジー君に朗報よ。中央の機材を仕入れることができたの。本当ですか？よく手に入りましたね。支部長がいろいろと根回ししてくれたからね。今整備班が設置してくれるわ。はい、わかりました。どんな機材が来るのかな。ほらそこ、足元に気をつけてね。ああ、もうちょっとそっちに。そう、そこでいいわ。よし、できたわよ。二人とも、はい。なるほど、錬成器ですか。これなら俺にも使えますよ。あら、見ただけでわかるの？私にはなんだかさっぱりわからないけど。それじゃあ確かに機材は渡したわよ。今後も頑張って仕事してちょうだいね。はい、ありがとうございます、班長。鍛冶屋さんの工房みたいですね。包丁を研いだりできそう。確かにそれに近いな。けどこの錬成器も錬金術の機材だ。素材を掛け合わせて道具を作る錬金術とは違って、錬成は素材を使用して装備品の能力を引き出す。素材の持ってる能力を組み合わせたりして装備品を強化したりすることができるんだ。強化ですか。確かに錬金釜じゃそんなことできないな。なんだかちょっと面白そうですね。それ私にも使えませんか？教えてやれないこともないけど、ものすごく頭を使うぞ。こう杖でぐるぐるする感じじゃなくて、元の形ある装備品に無理やり素材を混ぜて能力を引き出すんだ。適当にやったらかなり危ない。その時にかかる負荷を計算して細部の調整をしっかりやらないと。そんなの無理です。そういうのはロジーさんにお任せします。俺から見ればエスカの調合も難しさでは似たようなものなんだけどな。まあエスカは今まで通りやってくれればいいよ。お願いします。そういう細かい計算は苦手です。やあ、二人ともいるかい？どうかしたか、アウィン。
そんな嬉しそうな顔して。最近開発班の評価が少しずつ上がってるみたいでね。予算の配分とかが結構見直されてるみたいなんだ。それで支部長の許可も出たし、面白いものが使えるようになったんだよ。面白いもの？何かな？見てみればわかるよ。ついてきて。なんでお兄ちゃんがそんなに嬉しそうなんだろう。とりあえずアウィンの言う通りに行ってみるか。なんだこれ、ずいぶん型の古い気球だな。確かにちょっとボロボロかも。そんなこと言っていいのかな。実はなんと今日からこの気球は開発班に配備されることになったんだよ。配備って自由に気球が使えるの？すごい。おいおい、こいつを本当に飛ばすのか。俺がしっかりメンテナンスしておいたから大丈夫だよ。見た目は残念だけどしっかり飛べるって。じゃあこれがあればもっと遠くの方まで調査に行けるね。そういうこと。今から気球の扱い方を教えるから試運転もしてみようか。気球か、まあ使わないわけにもいかないだろうしな。あれ、なんだいロジー、高いところって苦手だったっけ？平気だ、別に乗れないわけじゃない。この町まで気球で来たんだぞ。それじゃあお兄ちゃん、いろいろ教えて。よし、じゃあ早速飛ばしてみよう。最初は俺が手本を見せるけど。おっ、お疲れ様。あの、何か考え事ですか？相談があるなら私にも言ってください。なあ、それずっと前から気になってたんだけど。それどれのことでしょう？ほら、その腰についてるやつ。ああ、これですか？これは尻尾です。
ああ、そんな気はしてたよ。それで一体何なんだ？実はこれ、作り方が私にもわからないんですよね。なんだって？どういうことだ？小さい頃にお母さんが作ってくれたそうなんです。それ以来肌身離さず持ち歩いてて。ああ、そういうことだったのか。道理で大事にしてると思ったよ。でもこれってすごいですよ。実は勝手に動いたりするんです。やっぱりあれは動いていたのか。一体どういう仕組みなんだ？だからそれがわからないんですってば。やり方さえわかったら私も作ってみるのにな。そうか。いつか作れるようになるといいな。はい、完成したらロジーさんにもプレゼントしますね。え、いや俺は別に。まいったな。しかしあんなものをどうやって。いや、深く考えるのはよそう。二人ともいるわね。ちょっと私のオフィスまで来てほしいんだけど。いい。どうかしましたか、マリオンさん。何かお仕事の話ですか？会わせたい人たちがいるのよ。まあついてきてちょうだい。よ、こんにちは。やあやあ、また会ったね。あれ、確かレイファーさんにハリーさんですよね。どうしてお二人がここに？まあこれもいろんな巡り合わせってやつよ。いや、いいから訳を説明してくれよ。おっと、そうだね。それについては僕の方から説明しよう。僕はマリオン君とは以前から親交があってだね。いわゆる友人同士なのさ。前の出張先で仕事場に使える部屋を提供してもらったりね。ハリーさんには本当にお世話になったのよ。へえ、そうなんですか。そのマリオン君が新天地で頑張っていると聞いて顔を出してみたんだがね。そしたらなんと仕事をしようにも全くの人手不足で途方に暮れているという話じゃないか。ってわけでハリーの旦那に頼まれてね、今日から俺が助っ人として開発班の調査に参加してやろうって話さ。二人も協力してくれるんですか？助かります。いやいや、調査に同行するのはレイファー君だけだよ。僕はちょっと多忙なのでね、君たちの活躍を応援させてもらうとしよう。助っ人って、これっていいんですか、班長？さっき支部長とソウル君の許可をもらってきたわ。もともと人手不足なのは分かってたことだし、外部協力者ってことでいろいろと申請を通してもらったのよ。支部のお墨付きでお宝の発掘ができるなんて、こっちもこんなチャンスはめったにねえからな。まあ頼りにしてくれよ、お二人さん。これからよろしくな。お宝って調査に行くんですけど大丈夫かな。でも楽しそうな人だし、すぐに仲良くなれそうかも。